シルバーサイズ。シルバーサイズは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、トウゴロ五イワシメの総称にちなむ。艦名としては複数型に変化している。シルバーサイズは1940年11月4日に、カリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で、寄港する。1941年8月26日に、 エリザベス H 法案夫人によって浸水し、艦長クリードシーバーリンゲーム少佐、アナポリス1927年組の指揮下1941年12月15日に収益する。カリフォルニア海域で調整の後、新珠湾に開港され、1942年4月4日に到着した。4月30日、シルバーサイズは最初の紹介で日本近海に向かった。 小区のキー水道に向かう、途中の5月10日6時ごろ、付近の日本本土からおよそ600海里離れ、南鳥島の北に位置する海上で、シルバーサイズは一石の漁船のようなものを発見した。これは、日本の東方洋上を紹介していただいに、関艇隊所属の特設監視艇第五エビスマル、昭和漁業、131トンで、第五エビスマルは紹介船の最南端に位置しており、 第五エビスマルは西に向かって、微速航行していた。第五エビスマルも、時間の南西、約2000メートルの位置にシルバーサイズを発見してお、6時5分に、敵潜水艦、らしきもの、三重一席と打電したが、その後音信不通となった。6時20分、シルバーサイズは、第五エビスマルとの距離が、右玄川後方約700メートルまで接近してきた、ところで、 インチ砲と機銃で攻撃を仕掛け、第5エビスマルも、搭載の7.7ミリ機銃と船員が所持していた38式不標銃で応戦した。シルバーサイズは、第5エビスマルより有速であることを活かして、自在に点出して5エビスマルの射撃圏外に逃れ、6時27分に3インチ砲弾が、第5エビスマルの船体に命中し、無線機を破壊した。 6時30分には環境に一丸を命中させ、第五エビスマルの主要幹部を戦死させた。シルバーサイズは、第五エビスマルの下限約300メートルにまで接近し、機銃走者を実施したが、その時、第五エビスマルからの反撃で三人地方、砲座周辺が走者され、砲の装填を担当していた、水兵マイク、ハービンが被弾して戦死した。第五エビスマルも、 相打不能に陥り戦死者、負傷者が続出していたが射撃を止めず、7時20分には体当たりを機としてシルバーサイに突進してきた。シルバーサイズは体当たりを避けるべく、速力を上げて、7時55分頃に南西方向に向けて戦場を離脱した。シルバーサイズは3インチ砲弾約50発、機銃弾を約4000発消費し、打ち砲弾13発。 機銃弾多数を命中させ、第5エビスマルを大破させたものの、シルバーサイズ自身も、環境構造物にも多数被弾していた。ハービンは、第二次世界大戦でのアメリカ潜水艦隊最初の銃火を交えた行為における戦死者となり、シルバーサイズはその日の夜、ハービンを水槽で弔った。5月13日、シルバーサイズはの地点で、潜水艦を発見して、 魚雷を一本だけ発射したが、命中音は聞こえなかった。5月17日午後には、の潮の岬沖で、中型輸送船と大型輸送船、各一隻を発見する。この時、シルバーサイズは、潜望橋に竹竿をくくりつけ、これに日の丸を翻させた上、網で漁船になりすまして、漁船群越しに船団を攻撃した。シルバーサイズはの地点で魚雷を三本発射し、 4000トン級の貨物船に2本命中させて、これを撃沈したと報じ、戦後の調査では、テイムス丸、川崎汽船、5871トンと、鳥取丸、日本郵船、5973トンの2隻の陸軍輸送船を撃破したとするが、日本側の記録は、テイムス丸と新マ丸が来撃を受けたと書いてあるのみで被害の、有無は発揮しない。 5月21日午後には、シエザキ沖で、中型輸送船に対して、巨雷を2本発射するも命中しなかった。翌5月22日15時頃、シルバーサイズはのシエザキ沖で、特設運送船朝日山丸、三井船舶、4550トンを発見して、巨雷を2本発射して1本を命中させ、朝日山丸の全部を切断した上大破座礁させた。 必要な爆雷攻撃を受けたが、難なく切り抜けた。5月26日夜にも、潮の岬沖で、小型輸送船に対して、魚雷を一本発射したが、これは命中しなかった。6月3日、シルバーサイズはの地点で、海軍徴用船、第二日清丸、太陽捕鯨、17,579トンと、輸送船宮崎丸、日本製鉄、 3948トンを発見して、宮崎丸に対し魚雷を2本発射し、1つの命中音を聴取したが、実際には宮崎丸の船底を通過しただけであった。正区からの帰とには、ミッドウェイ海戦で敗れた日本艦隊の動向を警戒。6月21日、シルバーサイズは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 7月15日、シルバーサイズは2回前の紹介で日本近海に向かった。7月24日にはの地点で500トン級トロール船を砲撃で撃沈。4日後の7月28日、シルバーサイズはの八丈島の沖合で大型火脚船を発見し、魚雷を3本発射して3本とも命中させたと判断された。8月1日にはの地点で日英交換船立つたまる。 日本優先、16,975トンを確認。8月8日にはのし江崎沖で輸送船費喜び丸、日産機船、5,811トンを発見し、巨雷を2本発射して1本を命中させて撃沈する。夜になって浮上すると、2隻の小海底や3隻の駆逐艦と、おぼし機関 A が見えので、シルバーサイズは21ノットの速力でこの海域から、 去っていった。二日後の八月十四日午後にはの地点で輸送船、成田丸、内外汽船、1915トンに対して、魚雷を二本発射するが命中しなかった。八月十七日に、モノ室富崎近海で、下客船室戸丸、関西汽船、1257トンに対して、魚雷を三本発射したが、これも命中せず、二本は陸岸に当たって爆発した。 8月18日から19日にかけては、足摺岬方面を紹介し、再び、紀伊水道方面に舞い戻った8月21日昼頃、の室戸岬近海で室戸丸の同系船である、下脚船裏戸丸、関西汽船、1326トンに対して、巨雷を2本発射したが、この攻撃も成功しなかった。紹介期間の終わりには台風に翻弄され、 伊豆諸島方面を抜けて基礎に着く。8月31日夜から9月1日未明に、かけては、の地点で、漁船美容丸と交戦し、美容丸救援のために駆けつけた、特設監視艇第3万カメ丸との地点で、交戦する。美容丸は大破したものの沈没を逃れ、特設監視艇界明丸、畑山大蔵、139トンに栄光されて、日本に向かった。シルバーサイズは、 美容丸撃沈、第3万カメ丸撃破と判断していた。9月8日、シルバーサイズは56日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。10月2日、シルバーサイズは3回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。10月18日、シルバーサイズはの地点で、ジグザグ航行をする、木の傘型重巡洋艦とお式大型艦を発見するが、 攻撃の機会をつかめなかった。10月19日夜には、大型輸送船を発見し、日付が10月20日変わった直後にの地点でキ雷を3本発射し、2本の命中を報じた。10月24日からは、ニューアイルランド島、特に、カビエン近海を小クとし、ガダルカナル島への増援の阻止に努める。11月9日夜にはの地点で、 駆逐艦あるいは白鷹型不接艦と推定される艦艇に対してを発射艦から3本、艦首発射艦から2本の計5本の魚雷を発射し、2本から3本の魚雷を命中させたと判断される。シルバーサイズは2隻1万800トンの戦果を挙げたと報告したが、実際の戦果はなかった。11月25日、シルバーサイズは54日間の行動を終えて、 ブリスベンに祈祷した。12月17日、シルバーサイズは4回目の紹介で、トラック諸島及びラバウル近海に向かった。12月22日、ニューアイルランド島近海を航行中、ジョージ・プラッターが注水園で倒れた。狭い管内で緊急手術が行われることとなり、医療の心得のあるトーマス・ムーアが麻酔薬としてエーテルを使い、調理器具を使った。 緊急の手術用具を持って手術を行い手術は無事成功した翌12月23日4時に浮上したがほどなく駆逐艦と航空機に発見され爆雷攻撃を受けたシルバーサイズは安全だと思って再び浮上したが再度の攻撃を受けてまたもや先行の地点で駆逐艦に対して魚雷を2本発射した後数度にわたる 爆雷攻撃が終わるのをひたすら待った。爆雷攻撃の結果、ガスケットが緩んだり、第二戦防鏡のプリズムに、クラックが生じるなどの被害があったが、任務をそのまま続けることができた。12月25日、シルバーサイズはの方角に煙を発見し、しばらく観測を続けていたが、の地点に至って、姿を現したのは、病院船高佐護丸、大阪商船。 9347トンであった。年明けて1943年1月6日、遊国、シルバーサイズワのトラック南西海域で、一1型潜水艦型東母式大型潜水艦を発見し、魚雷を3本発射して1本を命中させて、損傷をさせたと評価される。1月18日未明には、の地点で、護衛艦一隻を従えた、特設運送船、給油等 A 丸。 日東汽船、123トンを発見し、完備発射艦から魚雷を4本発射して3本、命中させて撃沈した。1月20日午後、シルバーサイズワのモートロック諸島近海で、第6師団、神田正種中将の将兵を乗せて、ブーゲンビル島に向かっていた6号輸送 C 船団を発見。C 船団に沿うように追跡し、日没近くに C 船団の全部に出て待機した。 17時57分、シルバーサイズは魚雷を6本発射し、2隻の陸軍輸送船、スラバヤ丸、大阪商船、4391トンと、名堺丸、明治海運、8230トンに命中。スラバヤ丸は、選手部に魚雷が命中して左辺に傾斜駒もなく、沈没し、スラバヤ丸への魚雷命中と、相前後して戦争に魚雷が命中した、名堺丸も、 左舷側に長く傾斜した後沈没していった。その後、深刻な油漏れを起こしているのが発見され、その修理のために予定を2日切り上げて帰祷することとなった。1月31日、シルバーサイズは46日の紹介を終えて、真珠湾に帰祷した。5月17日、シルバーサイズは5回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。 この紹介での第一の任務は、機雷不設であり、ニューアイルランド島沖に不設することを命じられていた。6月4日夜、シルバーサイズは、予定通り、ステフェン海峡北口付近で、機雷不設を実施した。不設任務終了後、6月10日朝には、折からのスコールの中で3隻からなる、輸送船団、第2082船団を発見し、1日かけて、追跡した上で、 日付が6月11日になった直後にのトラックの南200海里の地点で、浮上攻撃により、魚雷を4本発射し、特設運送船ひじまる、栃木商事5256トンに3本が命中したものと判断される。駆逐艦朝さなぎが発砲してきたので、艦尾発射艦から魚雷を1本発射して、戦闘海域を離脱する。この間に、西津丸は沈没した。 7月1日、シルバーサイズは44日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。艦長がジョン・エス・コイ・少佐、アナポリス1933年組に変わった。7月21日、シルバーサイズは7回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。8月2日朝、シルバーサイズはの地点で、13ノットから16ノットの速力で航行する。 上川丸級輸送船に対して、魚雷を4本発し、ついで浮上して、砲船を行おうとしたが、間もなく、スコールが目標を書き消してしまった。8月5日には、のラバウル北北東340海里の地点で、不説艦津軽を発見し、艦尾発射艦から魚雷を4本発射して2本を命中させて撃破する。津軽撃破後はなかなか攻撃の機会がなく、8月21日にの、 地点で病院船部へのスワイレス丸大阪商船9625トンを確認した程度だったが8月29日午後にの地点で旧ノットで航行する輸送船を発見し浮上して追跡を行いこの地点に至った翌8月30日未明に水上攻撃で魚雷を6本発射して20ミリ重の射撃も行ったやがて5つの爆発音が轟き まもなくレーダーの反応もなくなったが、目標を沈めたとは判断されなかった。しかし、結果的には、巨大の不調と目標の不足により、戦果が上がらなった。9月12日、シルバーサイズは53日間の行動を終えて、グリスベンに帰島した。10月5日、シルバーサイズは7回目の紹介で、バラオと共に、ビスマルク諸島方面に向かった。 10月17日午後、シルバーサイズワの地点で5隻の輸送船と2隻の護衛艦からナソ406船団を発見し、バラオと連携して船団の追跡を開始する。やがてバラオが先に攻撃を仕掛けたらしく、爆雷攻撃の音が聴取された。日没後浮上し、バラオから船団の様子を聞いた上で追跡を再開。やがて10月18日の朝を迎えた頃にの、 アドミラルティ諸島北西300海里の地点で戦団に追いつき、魚雷を6本発射して2本が命中するのを確認。この攻撃で陸軍船大林丸太陽海運1915トンを撃沈し、シルバーサイズが撃沈地点付近を捜索すると大林丸神戸と記された浮遊物を発見した。この後も10月19日までバラオと共に 戦断追跡に急しんだが、スコールや爆雷攻撃で時間を食っているうちに、いつの間にか引き離された。10月22日夕刻の地点で新たな輸送戦断、ラバウルからパラオに向かっていた、オレおレロック戦断を発見し、再びバラオと共に追跡を開始する。オレおロック戦断に対する攻撃もバラオが先に行うが、戦断を一時的に乱しただけで苦戦艇の制圧で、 対散してしまう。ついで、シルバーサイズが攻撃する番となり、魚雷を4本発射して、爆発音を聴取するが、戦団に変化はなく命中しなかったと判断された。浮上してなおも追跡を続けるが、航空機を発見して先行しているうちにバラオとは、距離が離れてしまった。日付が、間もなく10月24日になろうとする深夜になって、レーダーにより、お礼礼後戦団を、 再び探知し、魚雷を6本発射。6つの激しい爆発音と物体の悪化音、爆雷攻撃の音を同時に聴取した。この攻撃により、海軍徴用タンカー、応急タンカー天南丸、日本製鉄、5407トンのに、魚雷2本を命中させ撃沈し、ついでに隻の陸軍船、火山丸、関口機船、1888トンと清高らる丸、南洋海運。 6182トンにも魚雷が命中して大破させた。この2隻は栄光困難と見るや自沈処分となったが実際には長い時間浮いていた。爆雷攻撃の音が遠ざかり、潜望鏡深度に戻したシルバーサイズが観測すると高行不能状態で漂っている火山丸と清宝丸を発見。浮上して周囲を捜索すると火山丸の名が入った。 救命浮き輪を発見する。当の火山丸はシルバーサイズから約1400メートル離れた場所に漂流していたが、間もなく沈没。清田からる丸はなおも浮いていたが、4インチ砲と20ミリ機銃の射撃及び1本の魚雷の命中によりの地点で、ついに沈没した。二日後の10月26日未明にも、お零零後船団の残党と、応募式輸送船団を発見し、 最初と2番目の目標に対して、監視発射艦から4本、船団最後尾の目標に対して、艦尾発射艦から2本と魚雷を計6本発射し、爆発音と最後尾の目標から発せられる先行を確認し、魚雷は1本が命中したと推定された。11月8日、シルバーサイズは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 12月4日、シルバーサイズは8回目の紹介で、パラオ方面に向かった。12月26日、午前に、パラオ西水道付近で、病院船を目撃した後、午後にはの地点で5000トン級輸送船を発見して、魚雷を4本発射しが、魚雷はすべてサンゴ礁に命中して爆発した。12月29日未明、シルバーサイズはのパラオ北西400海里の地点で、 を806戦断をレーダーにより発見。未明1時50分、シルバーサイズはの地点でまず艦尾発射艦から魚雷を2本ずつ、計4本発射し、雷撃を受けた陸軍輸送船ビッチュマル、日本優船4667トンは、1本は回避したものの、もう1本が命中して損傷する。ついで2時48分頃から3時頃にかけてはの、 地点を中心に魚雷を3本ずつ、計6本発射し、陸軍戦7エマ丸、強運機戦、1911トンの右辺に、魚雷2本を命中させ合鎮。4時前後にはの地点での5度目の攻撃で魚雷を3本、発射し、海軍徴用船天保30、菅谷昌司、1970トンの戦争付近に1本を命中させて撃沈。明け方にはの地点で魚雷を、 計3本発射し、輸送船、高市東丸、中村汽船、3311トンの中央部に2本、命中させて撃沈した。1944年1月5日にはの地点で2隻のタンカーを発見し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。1月15日、シルバーサイズは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。 2月15日、シルバーサイズは9回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。3月5日に、グアムアプラ港を偵察して港内に2隻の輸送船がいるのを発見したり、パラワ方面に転じて、紹介を続けたが、攻撃の機会はなかなかつかめなかった。しかし、3月15日未明に至りの地点で、 千鳥型水雷艇と三隻の苦戦艇と、応募式艦艇が護衛についている三隻の輸送船団をミスる。船団がラバウルか、上枠方面に向かうと判断したシルバーサイズは浮上して、追跡を行い、幾度となく行われた爆雷攻撃をかいくぐって、3月16日午後にの地点で魚雷を三本発射。魚雷は陸軍先行、含まる、対抗商船。 1920トンに2本命中して、これを撃沈した。攻撃後は、ノクワリ近海での紹介に転じ、3月28日午後にはの地点で発見した日本陸軍の海上トラックに、対して巨雷4本発射し、1本の命中を得て撃沈した。4月8日、シルバーサイズは52日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。4月26日、 シルバーサイズは10回目の紹介でマリアナ諸島海域に向かったミルン湾ンアドミラリティ諸島近海を抜けてショークに到着5月8日シルバーサイズはの地点で5隻の護衛艦がついた6隻か7隻の輸送船団を発見し艦尾発射艦から魚雷を4本発射して5000トン級輸送船に1本の命中を得たと判断される翌5月9日朝シルバーサイズは アプラ郊外で東松七号船団、王郊から分派された輸送船団を発見し、前を取って、丸一日追跡した後、5月10日朝にの地点で、魚雷を六本発射する。魚雷は輸送船を沖縄丸、港南汽船、2254トン、特設運送船、旧単油、第十八号影丸、向こう汽船、4319トン特設運送船、第二号町、 安丸、東亜海分、2631トンにそれぞれ命中して撃沈した。少なくとも48発あった爆雷攻撃が済んだ後浮上してみると、周囲には第18三陰丸の残骸が漂っていた。攻撃後は、グアム近海の他にサイパン島の周囲を紹介し、5月20日午後にはの地点で大型輸送船と護衛艦4隻を発見し、 の地点で魚雷を4本発射して2本が命中したと判断される。5月28日朝、シルバーサイズはの地点で輸送船2隻と第16号解剖艦からなる第3519船団を発見。この時もまた丸1日かけて追跡を行い、翌5月29日未明にのサイパン島西岸沖で魚雷を3本ずつ計6発射し、陸軍船明立丸、 東和汽船、1949トンと海軍徴用船宝来山丸、鶴丸汽船、1999トンに魚雷を命中させて撃沈し船団を全滅させた。5月30日に、モノ地点で新たな輸送船団を発見し、ピンタド、シャーク、パイロットフィッシュからなる、別のウルフパックを呼び寄せて攻め立てた。シルバーサイズは6月1日未明にの地点で魚雷を4本。 発射したが成功せず、この攻撃で魚雷が底をついたので紹介を切り上げることとだ。6月11日、シルバーサイズは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港され、オーバーホールに入った。オーバーホール後、シルバーサイズは9月12日に、真珠湾に戻った。9月24日、 シルバーサイズは11回目の紹介で、東、シナ海に向かった。台湾の北東と九州を結ぶ海域を使用証拠とする。この紹介では、日本艦隊の同向監視や交通船破壊のほかに、海域に到着予定する日の前後に、台湾や沖縄空襲が予定されている。第38任務部隊、マーク・ミッチャー中将のパイロット救出の任務も、受け負っていた。シルバーサイズは、 サーモン、トリガーと共にウルフバックを組んで紹介することとなった。本来ならこの三隻の他にタングが加わる予定だったが、タングのリチャード・オカーン艦長、アナポリス1934年組は一匹狼で暴れることのできる台湾海峡を単艦で紹介することを選んだ。担当海域では、小戦撃陳やパイロット救助には縁がなかったものの、思わぬ任務が待ち構えていた。 10月30日、両艦のサーモンが、トイ岬の沖合130海里の海上で、演画の岬沖海戦を戦った、小沢寺三郎中将を率いる、機動部隊に対する補給部隊を襲撃した際、護衛の第22号解剖艦と砲戦を演じて、大破する被害を受けた。シルバーサイズはの地点で、サーモンの来撃で、航行不能になった、タンカー高根丸、日本海運。 1>, 1万21トンに対して、魚雷を6本発射して、おそらく1本を命中させた後、トリガーや、別の領艦スターレットと共にサーモンを護衛し、11月3日にサイパン島に到着。その後、11月10日に再出撃。11月15日にはの地点で、スターレットと共に特設艦指定第12号、八竜丸、末永松八、97トンを攻撃し、大破させた。 11月23日、シルバーサイズは60日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、ジョンシー・ニコルス少佐、アナポリス1934年組に変わった。12月22日、シルバーサイズは12回目の紹介で、東、シナ海に向かった。積極的な探索にもかかわらず、わずかな目標を捕まえることすら難しかったが、 1945年1月25日午後に、の棒の津沖で、ようやくありつけたいものとして輸送船マレーマル、八馬機船、4556トンを発見し、魚雷を6本発射しようとしたが、発射管のうち2機が故障で開かず、残る4本を発射して2本を命中させて撃沈した。当初は撃沈したとは思っていなかったが、戦後になって戦火が修正された。2月12日、 シルバーサイズは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に返した。3月9日、シルバーサイズは13回目の紹介で、スレッドフィン、ハックルバックとウルフバックを構成し、日本近海に向かった。4月6日夜、シルバーサイズは、スレッドフィンが探知した戦艦ヤマト以下の第一、遊撃部隊、伊藤誠一中将を、スレッドフィンからの情報に基づいて捜索したが、 見つけられず、ト岬方面に引き返した。4月11日深夜にはの種ヶ島近海で、特設監視艇白鳥丸、愛知県、269トンに対して、魚雷を3本発射したが回避され、さらに4本発射して1本を命中させて撃沈。4月19日に、もの、小笠原諸島海域で、特設監視艇海流丸、大沢半米。 180トンを砲撃により破壊した。4月29日、シルバーサイズは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。5月30日、シルバーサイズは14回目の紹介で、日本近海に向かった。この紹介では、B-29 や B-24 などによる、日本空襲の支援任務や、機雷処分に終始し、7月22日にの地点で、 陸軍航空隊のパイロットを救死、2日後の7月24日に、もの地点で空母インディペンデンスの戦闘機のパイロットを救助した。これより、先の7月14日にはの地点で450トン級トロール船に対して、魚雷を2本発射したが命中せず、この紹介唯一の攻撃は成功しなかった。7月30日、シルバーサイズは59日間の行動を終えて、 アプラ港に帰投した。次回の紹介へ向けての準備が進められたが、ほどなく終戦となった。戦争が終わると、シルバーサイズは9月15日にパナマ運河を通過し、9月21日にはニューヨーク港に到着した。その後、コネチカット州ニューロンドンに開港され、1946年4月17日に退役したが、 1947年10月15日には現役に復帰。シカゴで海軍予備役のための練習艦として使用された。1949年に予備艦隊に移されるまでこの任務は続けられた。1962年、シルバーサイズは係流中のまま実験潜水艦、ギースに類別された。1969年6月30日に除籍された後、 シカゴの商工会議所が中心となって、シルバーサイズをシカゴで保存するよう海軍要請し、1980年代半ばにシカゴの海軍区画で保存されることとなった。しかし、保存が正式決定されるまでのシルバーサイズの状態は最善のものとは言えなかった。1973年5月24日、当時後大古海軍協会の所有物だった。 シルバーサイズの管内に入ったボランティア型ものは長年放置されたおかげで船体内部の至るところがカビ臭く腐食した箇所からの浸水もしていた。唯一、後部の一部のみは状態が良かっただけで、あとはデッキも上部構造も相当傷んでいた。ボランティアは総力を挙げてシルバーサイズの腐食した箇所を徹底的に修理し、 1975年には、主機関のフェアバンクスモース 38D-1810、気筒ディーゼルエンジンを再稼働させることに成功した。1979年には、海軍区画に、とりあえず移動したものの、この間、非営利団体と、行政側に収入に関するトラブルが発生し、司法が介入する始末となった。シルバーサイズの復活に貢献したボランティアは、行政側によって、 最終的に行政側と決別する1985年までひどい軽蔑を受けることとなった。1987年8月7日にシルバーサイズはミシガン州に移動したが、その際にもシルバーサイズからの盗品が行政側によって売り裁かれていた。一連の騒ぎの中、シカゴでは1億5000万ドルをかけた新しい海軍博物館が計画されていたが、 シルバーサイズの保存はいずれにせよ眼中にはなかった。別の所有者に元に移ったシルバーサイズは1991年に再回収を施されたが推薦下の状態は芳しくなかった。シルバーサイズは以上の経緯で記念館としてマスケゴンの潜水艦記念館で保存されている。保存維持間隔は25年ごとだが2004年に そのための積立金を記念館と元潜水艦の陸民による退役軍人会が保存のための基金として設立した。この洗礼としては、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック側に、経流保存されている小部屋が保存された際にも行われている。また、2002年には映画撮影のために架空の潜水艦、タイガーシャークとして、ミシガン湖まで栄光されて出演した。しかし、 出演した映画そのものは収入が58万9千ドルとかんばしくない結果だった。シルバーサイズは第二次世界大戦の先行で12個の従軍聖賞及び主君部大賞を受賞した。シルバーサイズは23隻の敵艦を撃沈し、その総トン数は9万80トンに上る。これは第二次世界大戦中のアメリカ潜水艦の戦果としては、石数では トートグの26席、タングの24席に続いて、第3位の記録であり、トン数も第5位の記録である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。